身長ビヨン医師学科学生成形が専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長飛ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日なんですけど、ズバリなんですけど、身長先生式のね、新春期コントロール薬についてお話ししていきたいと思います。ということで、まあ具体的にですね、プリモボランってお薬だったりとか、まあリュープリンってこういうお薬ですね、まあこういったお薬について説明させてください。皆さんね、まずなんですけど、どうしてこういった春期コントロールするお薬が身長治療に有効なのか、まあそこをご理解くださいってことで、まず最初のポイント1ってことで、原則なんですけども、早熟よりも晩熟の方が身長が高い、そういった原理に基づくっていう説明になっていきます。はい。ね、縦軸が伸び率で、横軸が時間軸だった場合に、そのお子さんの最終時代、この面積ね、これで表されるってことになるので、まあ、我々この面積を、ね、最大化することが目的になっていきます。で、例えばね、成長ホルモンなんかやったりすると、まあ、一時的に伸び率が上がって、その分面積が大きくなりますよねってことですね。まあ、同様にサプリメントなんかやってると、その分伸び率が大きくなるよって説明になります。それとして、まあ仮になんですけども、春期が早く出た場合に、このグラフがどうなるかと言われると、この山のピークが手前に来ることを意味しますので、まあ、こういったようなグラフになるわけですね。そうすると、この赤色の面積っていうのは黒色の面積が小さいですね。だから身長低くなるということで、まあ、これを改善するためにこう、ね、こう横軸に伸ばしてあげる、まあ、それが春期を遅らせるお薬の治療の意味合いになっていきます。なので、ここで皆さんぜひ覚えていただきたいです。成長ホルモンとかサプリメントっていうのは、こう縦軸を改善するもの、ね、伸び率を変化させてあげるっていうのが、これらの目的になってくる。一方で、こう春期を遅らせるお薬っていうのは、横軸を改善する、そういった目的になってきますよと説明になりますので、まあ、今回はその横軸をどうやって伸ばしてあげるか、そこがポイントになってきます。はい。それでですね、プリモボランとリュープリン、ちょっと少し細かく説明してるんですけど、このプリモボランってこっちの方ですね、こっちの薬ですね、飲み薬になってきます。で、まあ、1日2回で飲んでくださいって先生もいるんですけども、こっちの方は半径が非常に長いですので、基本的に1日1回で構いません。まあ夕食が寝る前ってところで、説明するんですけど、そこも、まあ、正直です、超厳密にやるというよりは、まあ、そういった時期に飲むので十分ですよという説明でいいと思います。一方で、このリュープリンの方ですね、リュープリン注射ですね、まあ、これ容量が違うだけです。リュープリンに関しては基本的に4週間に1回、4から6週間に1回とか、少し私幅持たせてますけども、大体そういった説明になります。あとはですね、スプレキュアっていうのですね、点鼻のお薬もあるんですね。で、点鼻のお薬に関しては現在取り扱っていないんですけども、これに関して今後結構主流になってくるんじゃないかなと私実は思っていますので、まあ、そういったのも今後ね、注目していただくといいかなと思います。ただし、まあ現状としてはこういった飲み薬とか、注射の製剤が治療の対象になってきます。で、こっちの方で、ね、プリモボランに関して、いわゆるステロイドっていうタイプのお薬になります。その点はちょっと注意が必要になってきます。で、このプリモボランですね、この肝機能障害ですね、肝臓の障害は比較的起きやすいですので、注意が必要で、特にですね、まあ、栄養補助とセットでやることが多いですので、まあ、そうするとその分だけね、肝臓に負担がかかりやすい、そこもかなり注意が必要になってきます。で、これですね、まあ、プリモボランとかこういったリュープリンっていうのは、まあね、性腺影響を与えるっていう説明をね、よくするんですね。ここ皆さんね、どうですかとか、性腺影響という単語を聞いて皆さんびっくりすると思うんですけども、まあ、簡単に言うと、春期をコントロールするというのは性腺に影響を与えるっていうことを意味しますので、まあ、そこは表裏一体なんですね。性腺影響っていう風な表現を使うと皆さんびっくりするし、まあ、単純に男性ホルモンを抑えてあげるんですよって説明すると、皆さん何とも思わないってところで、まあ、本当言葉のですね、発信の仕方によって受け取り方がですね、まあ、かなり変わるというのはよくわかると思います。で、男性ホルモンを抑えてあげることが目的になってきます。で、例えばこのプリモボランはどういう風にして男性ホルモンを抑えてるか、少し理解していただくといいかなと思います。ただこれ結構難しいです。プリモボランっていうお薬は男性ホルモンのような物質、男性ホルモン用物質を示しますので、そこがポイントになっていきます。で、こちらの薬を飲むと、自分の中で男性ホルモンが出てるんだというふうに勘違いしてくれて、自分の男性ホルモンですね、内因性という表現つけますけども、内因性の男性ホルモンが分泌しなくなると。で、しかもこれちょっと美味しい話なんですけど、これはですね、男性ホルモンのような物質、男性ホルモン用物質なんですけども、骨端性の働きがほぼないというふうに言われてて、それのおかげでですね、まあ、骨端性は閉じないけども、男性ホルモン、自分の男性ホルモン出なくなるというところで、まあ、都合のいいお薬っていうところで、使用されるというような形になります。実際私も何年も今で投与してますけども、かなり骨端性の成熟が抑えられているのは確認できますので、まあ、そういうところですごく効果があるなというのが、実感になります。一方でこっちのリュープリンの方ですね、リュープリンの方に関して言うと、脳の下垂体ですね、脳みその下垂体というところから LHFSH これ、ね、ビューってその、ね、男性ホルモン出しなさいよとか女性ホルモン出しなさいよって、そういう指令のホルモンが出てくるんですけど、そういったところをカットというか停止させるというかストップさせるというか、まあ、そういった製剤になるので、2つの製剤ですね、種類が違うような形になります。で、こちらの方でプリモボランに関して言うと、声を低くしますね、男性ホルモンのような物質になるので、声を低くしますので、女性には基本的に私は使ってません。一方で使ってる先生も実は、女性に使ってる先生もいらっしゃいますので、まあ、そこはちょっとグレーゾーンなんだけど、まあ、基本的にはまあ声が低くなるから、まあ、あと男性ホルモンのような物質を女性に投与したくないというのは皆さんも同じだと思うんですけど、まあ、通常は女性には投与しません。なので、女性に関してはこのリュープリンっていう製剤だけになっていきます。で、これらをまあすることによって、まあ、横軸が改善、さっき説明した横軸が改善するので、まあ、面積が大きくなるというふうにご理解いただくといいと思います。あとはですね、このまあプリモボランの方に関して言うと、いわゆるドーピングの方に該当しますので、まあ、将来プロスポーツ選手を目指している方に関して厳密な使用は禁止しなくてはいけないというふうに、ね、ご理解いただくといいかなというふうに思います。で、まあ、これらのお薬を使用した場合に、
まあ、最大何センチぐらいで身長改善するかというふうにお話しさせていただくと、最大5センチぐらいで改善するというふうにご理解ください。これはあくまでもこれは単材での使用ね、単材での使用で5センチぐらいの改善が最大であるよという説明になります。それはどういった根拠からなってくるかというと、まあ、いわゆる1年間ぐらいであれば春季が来てなかったことに、まあ、なんていうかなデータ上はしてあげられるというところで、まあ、そうすると5センチぐらい変わるんじゃないかなとか、そのふうにご理解いただくといいと思います。ここですごく重要になってくるのが、まあ、こういったプリモボランとか、それとリュープリンとかを、まあ、単材で使用するというよりはやはり併用していくという概念がすごく大事になってきます。で、先ほど何かもお伝えしているこの縦軸が伸び率で横軸が時間軸だった場合に、そのお子さんの最終身長っていうのはその面積で表されるね。面積っていうのは縦かける横で基本的に計算されますね。つまりは横と縦を両方改善することで一気に改善するんですね。例えば片方だけ横軸だけとか縦軸だけだと効果が低くて、両方改善するとね、すごく効果があるというのは皆さんもご理解いただけると思います。例えば、まあ、3×3 での正方形ですね。それは面積は9ですよね。例えば 5×3 よりも 5×5 の方が圧倒的に大きいですね。 5×5 だと25で、 5×3 だと15ってことで、まあ、そのね大きくなり幅が、ね、圧倒的に変わると思うんだけど、縦軸と横軸を同時に改善することによって面積って大きく変わるってね、そこをぜひ覚えておきます。なので思春期にコントロールするお薬に関して言うと、まあ、ベストで言えば成長ホルモンとまず併用すること、まあ、そこまでなくても例えば、ね、サプリメントと併用することとか、そういったことがすごく重要になっていきます。まあ、一方で肝機能障害とかそういったことも起こりうるので十分注意が必要になってきます。費用感に関して言うと、まあ、これは自費診療で値段変わってしまうんですけども、いわゆる数十万円程度ってところで、まあ、100万円いくことはまずないですので、まあ、数十万円程度だというふうに、ご理解いただくといいかなというふうに思います。はい、ということで今回ですね、身長先生式思春期コントロールお薬について説明していきましょう。ということでちょっと今回、少しなんだけど、抹茶の方が質問があるみたいな、どんな質問ですか？うん、よくまあ患者さんからいただく質問で、うんうん、成長ホルモンは先生推奨2年そうですね、男性が閉じるまでっておっしゃってるんですけど、うん、で2年終わりました、うんうん、でまだもうちょっと伸ばしたいプリモボラン、リュープリンやり続けます、どれぐらいやり続けたらいいんですかってお質問いただきます。確かにすごくいい質問です。まあ、いわゆるこういった薬をどれくらいの年数でやるべきかっていうところです。ちょっとあと開始時の年齢とか、そこもちょっと追加で説明していきたいと思います。まずは開始時の年齢なんですけども、例えば5歳とか6歳にこういったことをやるかというと、まず行いません。といわゆる思春期が入ってからこういったことをやります。でまずそこが第一点と、だからまあその5歳からやって10年間やるとか、そんな薬ではないよってことはご理解ください。例えば一番早くは10歳ぐらいかな、女の子だと思春期早発に近いと9歳ぐらいからかもしれないけど、まあ、去年10歳ぐらいから一番早くでね、まあ、多め11歳とかそれぐらいから始めるようなお薬になっていきますね。治療期間に関して言うと、例えば成長ホルモンの方は、まあ、かなり厳密性を持って私の方で指示しています。で例えば成長ホルモンで、まあ、今回ちょっと成長ホルモンの動画じゃないからあんまり細かいこと説明しないけども、まあ、むやみに5年10年とやらないよと。でなぜならば、まず一番大事な考え方ね、一番大事な考え方としては、その、まあ、むやみに薬を無駄に投与し続ける、まあ、それはしない方がいいっていう説明になります。一方でなんだけど、じゃあサプリメントとかそういったのっていうのは逆に言うとあんまりマイナスの側面ってないよね。正直ね、栄養補充してさ、なんか悪いことって体にあるってところで、まあ、よっぽどのことがないけど逆に ずっとダラダラやっててもいいよって説明なんでね、そういった意味だとこの春季コントロールする薬はその愛の子になってくるね。成長ホルモンほどは、まあ、すごく厳しく取り締まる必要はないけども、サプリメントよりは取り締まる必要があるでしょうと。まあ、その中でこういったプリムボランっていうのは、まあ、ステロイド剤になってくるので、まあ、そこも注意が必要になっていきます。まあ、どのお薬でもですね、まあ、最低1年間はやっぱりやった方がいいって説明になってきます。例えば身長って1年間で例えば年間何センチ伸びるのっていうふうに言われると、まあ、普通のいわゆる、まあ、お子様だったらね、数センチ、まあ、4センチ5センチとかっていうところだし、成長期って5センチ10センチってところだし、まあね、逆に言うと1年間通してそれぐらいのところを例えば 1.5 倍にするとか、まあ、こういったのを薬で、まあ、その横幅を伸ばしてあるわけだけど、まあ、とりあえずその、まあ、1年ぐらいやらないと下がってないよってことね。だから1年ぐらい最低でやりましょうねっていうのが一つになります。それに対して、まあ、成長ホルモンは大体、まあ、一番多く推奨するパターンは2年間です、まあ、3年以上 やっていただくパターンもあるんだけども、ベースとしては2年間って説明になります。これ春季を遅らせることに関しても、まあ、似たような感じで、まあ、最低1年間、まあ、大体2年か3年ぐらいが、まあ、あるあるで言うと多いかなって説明ですね。ただ4年間やっちゃダメかと言われればダメじゃないよって説明ですね。なので、まあ、そこら辺は状況を見ながらっていうところで、この縦軸と横軸のグラフが形成されている中で今どこがフェーズにいるか、そういったのを確認しながらね、まあ、やっていくといいかなというふうに思います。あと何か質問あります？よく聞かれるのはプリモグランとサプリっていう治療法がたまにあったりとかすると思うんですけど、リュープリン単剤っていうのがダメっていうところは？そうですね、ちょっとこれも説明していきたいと思って、プリモボランとリュープリンの製剤だとですね、こっちの方が使う機会が圧倒的に実は多いです。でこっちの方は使う機会が、あと、まあ、こっちに比べると、まあ、よく我々も使ってますけど、低いです。でそれはすごくいいポイントで、このリュープリンっていう製剤は横軸を改善するんだけども、縦軸に関して言うと少しちょっとマイナスの方向に働くというふうに言われてて、私も実感の中で、まあ、比較的そんなような印象を受けます。繰り返しお伝えするけど、縦軸と横軸を改善すると、面積が大きくなる、これみんな分かる通りね。だけど横軸を伸ばしてあげた時に、縦軸が仮にちょっとでも下回った時に面積って意外と変わらないよってことは皆
皆さんも十分ご理解いただけると思います。なのでリュープリに関して言うとちょっと早熟ぐらいだと逆に言うと面積あんまり変わらないというか、まあ、わざわざ4週間に1回病院に来て年間数十万払ってですね、身長あんまり変わらないっていうそういう残念な現象が起こるわけです。なのでそういったのとリュープリに関して言うとかなり早熟である場合は短剤での使用は許可しますけども、それ以外の場合に関しては基本的には成長ホルモンと併用しないとほとんど意味ないよと説明になっています。でここでちょっとさらにややこしい話を続けていくんだけども、厳密な話をすると、まあ、両方とも縦軸と横軸と横軸は改善するよと。ただし縦軸に関してリュープリンを少し下げてしまうんですね。一方でプリモボランの方ね、こちらの方口に関しては実は縦軸をちょっと上乗せする作用があるっていうのがポイントになってくるので、こちらに関して言うと、まあ、例えば短剤での使用は一応理論上 OK って説明なので、そこの差ですね、そこを十分ご理解いただくといいかなというふうに思います。このプリモボランに関して言うといわゆるタンパク同化作用、いわゆる皆さんからするといわゆるじゃないでしょうってことだけど、タンパク同化作用というところで、まあ、アナボリックって言って、まあ、体を大きくする作用もですね含んでますので、まあ、縦軸の改善も実は含んでます。そういった意味でこちらの方は、理論上短剤での使用が可能と。一方でリュープリンに関して言うと基本的には短剤の使用は進めませんよと。ただし、まあ、極端にその横軸の問題があるから、いわゆる思春期早発症のことがあっても横軸にもすごく大きな問題があるから、そういった場合に使用していいよって説明になります。ただ一方でなんだけど、これは横幅はしっかりと改善する効果があるので、縦軸の成長ホルモンで併用すると逆にむちゃくちゃ効果が一気に上がりますので、成長ホルモンとか、栄養補充で併用することによって効果が爆上がりするという、そこもぜひご理解いただくといいかなというふうに思います。はい、じゃあ今日はねこんな感じで終わりたいと思います。今後も、ね、全身全霊で、ね、身長に関する、ね、配信していきたい思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。